マナの皆様、イタリアのベニスからこんにちは。リカチェカートです。お久しぶりです。 COVID に負けずにイタリアの地で頑張っています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回、今西秀夫様の多大なるご援助により、私とギタリスト兼作曲家のステファノ・スクーテリと一緒に最新アルバム「ドゥエコメテ2つの彗星」の CD を制作することができました。本アルバムは1年半以上旅をできずにいたベネチアで、私はステファノさんと一緒に約半年をかけて12曲のオリジナル曲を作曲し CD 化しました。今年の秋にはこの CD を日本に持っていけたらいいなと思っていましたが、残念なことに今のところは日本には COVID のために入国が難しいようです。今しばらくお待ちいただくことになりそうです。そこで上記 CD とは別途、特別ビデオミニコンサートのファイルをプレゼントさせていただくことにしました。1曲目は熊野市の指名都市のイタリアのソレントにちなんで、トルナソリエント帰れソレントへです。この曲は2018年に熊野の文化交流センターで行った私のコンサートの際に披露した曲です。他の2曲は30年前の1992年にステファノさんと私が初めてリリースされたアルバム Our Favorite Songs に収録した Dio come ti amo、 愛の限りなくと O capito che ti amo、 愛の目覚めです。これから3曲の日本語で歌っています。それからの典型的なブラジルの歌でコンソラさん、バデン・パウルとビニシウス・デ・モライスの歌なんですけれども、あとは新しい CD の編集、どうぞお楽しみください。ベニスからの挨拶と今年の残り期間の幸運を祈ります。音楽が喜びと明るさが運んでくることを願いつつ、次回の熊野でのコンサートがライブでできるようにパンデミックから早く解放されることをお祈りしております。今回は映像を楽しんでいただければと思います。私のような外国人も守っていただける熊野の大自然とその神々への愛情と敬意を込めて遠くからの挨拶申し上げます。この CD を愛すべき熊野の皆様に捧げます。水神2年前、熊野の観光文化大使という称号をいただきました。こちらちょっと見えるかしら。それはCOVID のために私はこの栄誉と称号をふさわしいことは何もできずに大変申し訳なく思っていました。これから CD と今日の参加している音楽家の仲間の紹介をさせていただきます。こちらはステファノ・スクータリさんです。どう。こちらはレオ・ディアンジーダのパーカッショニストです。その方々は CD にも参加しております。皆様、今後とも私たちの友情、そして称号、称賞と生涯続くことを願っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
私のそれに海原遥かに夕もやたらずに思い出さすオレンジの香りほのかに漂い風はささやく今はただ一人そぎしぎしのめばふだける波音寂しく私はやっぱりあなたが誰よりも好きあなたが溺れてるだけであんなに寂しくなるの私はやっぱりあなたが誰よりも好き。あなたの優しい一言であんなに楽しくなるの。でも今夢のような可愛い恋は諦めましょう。私は辛いけれども大人になるのあなたに愛してほしいの。私はやっぱりあなたが誰よりも好きよ。お願い一人で寂しい
でも今夢のような可愛い恋は諦めましょう。私は辛いけれども大人になるの、あなたに愛してほしいの。私はやっぱりあなたが誰よりも好きよ。お願い一人で寂しい私の私のところへ帰って私のところへ帰って流れる空をあなたの胸の白いハンカチのようにその白さが胸に染みる。この幸せを胸いっぱいに抱きしめたい。甘い口づけ優しい言葉
Sim.